リートルはアメリカ海軍の駆逐艦、フレッチャー級駆逐艦の一隻。艦名はジョージ・リトル大佐にちなむ。その名を持つ艦としては二隻目。リートルは1943年9月13日にワシントン州シアトルのトッド・パシフィック造船所で寄港した。1944年5月22日にラッセル・エフ・オハラ夫人によって命名浸水し、 1944年8月19日に、艦長マディソン・ホール・ジュニア中佐の指揮下収益した。西海岸沖での訓練後、リトルは1944年11月11日に、シアトルを出港し、真珠湾への船団護衛任務に就く。11月23日に、真珠湾に到着、その後は、法術訓練及び演習に参加した。 1945年1月22日、エニウェトク干渉へ向かう、戦車揚陸艦のグループと共に出港し、硫黄島進行のリハーサルを行う。サイパンでの最終準備の後、2月15日に、リートルは硫黄島に向けて出港した。2月19日、硫黄島への艦砲射撃が開始する。リートルも24日まで地上部隊支援の砲撃を行い、 その後サイパンへ向かった。3月4日に再び洋島へ戻り、砲撃及び護衛、レーダーピケット任務に従事した。3月14日にサイパンに帰還し、沖縄侵攻の準備に入る。リートルは3月27日に沖縄に向けて出港、上陸部隊の支援艦隊に配属される。4月1日と2日に支援砲撃を行った後、リートルは 輸送艦の護衛及び戦車揚陸艦の援護に従事した。4月19日、レーダーピケット任務を割り当てられ24日まで同任務を行うが、激しい突攻攻撃にもかかわらず無傷で切り抜ける。5月3日、リートル及びアーロンワードは再びレーダーピケット任務に就く。18時13分。 18機から24機の敵機が、雲の下から攻撃してきた。まず、アーロン・ワードが18時41分に、最初の被弾を受け、間もなく、リートルも左限に被弾した。4部以内にもう3機の特攻機が攻撃し、リトルの、竜骨を損傷。船体中央部が破壊されたリトルは19時55分に、沈没した。リトルの乗員200人のうち62人が死亡。 また負傷者は27人であった。リートルは第二次世界大戦の先行で2個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。